クリス・ワドルこと、クリストファー・ローランド・ワドルは、イングランド出身の元同国代表サッカー選手、サッカー指導者。選手時代のポジションはフォワード。1980から81シーズン、ニューカッスル・ユナイテッドに入団。1983年ニューカッスル・ユナイテッドは一部に昇格。1985年8月、トッテナム・ホット・スパーへ移籍。 1986から87シーズン、FA カップ準優勝。1989から90シーズン、ディエゴ・マラドーラの獲得に失敗し、それに代わる選手を探していたオリンピックマルセイユへ、当時の史上3位での高額遺跡金で遺跡。ここでは遺跡後数ヶ月は、パパンの家に家族で滞在、そのパパンにはクロスで、多くのゴールをアシストするなど、息の合うプレーで、 チームの躍進に貢献していた。リーグ第3節のトゥールーズ FC 戦で移籍後初ゴールを決めるなど、リーグ戦では9ゴールを決めて、リーグ優勝に貢献した。1990から91シーズン UEFA チャンピオンズカップでは、毎シーズン王者の AC ミラン戦でゴールを決め勝利するなどを、後にパオロマルディには、 これまで最もマークするのに苦労した選手として、ディエゴ・マラドーナと共に、ワドルの名前を挙げている。チームを初の決勝に導いた。決勝では、レッドスターに PK 戦の末に敗れ、準優勝に終わったが、同、シーズンリーグアンでは、優勝を果たした。1991から92シーズン、リーグアン3期連続優勝を果たした。 1992から93シーズン、シェフィールドウェンズデーへ移籍、FWA 年間最優秀選手賞を受賞。FA カップ決勝のアーセナル戦でゴールを決めたが、1から2と敗れて、準優勝。フットボールリーグカップ準優勝。1995年、ニューカッスルユナイテッドのケビン・キーガン監督が、当時35歳のワドルを獲得しようとしたが、 シェフィールド W がオファーを拒否した。1997年バーンリーでは選手権監督としてプレーした。1998年に現役引退。マルセイユの20世紀最高の選手を決める投票ではパパンにつく2位にランクされた。1985年イングランド代表に選出3月26日の北アイルランド戦でデビューを飾った。 1985年10月16日のワールドカップ予選、トルコ戦で代表初ゴールを決めた。1986年、メキシコ W 杯では4試合に出場。1988年ユーロ88では2試合に出場、グループリーグ敗退した。1990年、イタリア W 杯では7試合に出場。準決勝西ドイツ代表戦では PK を失敗。 このシーンが映画グッバイ、レーニンで登場する。3位決定戦でイタリアに敗れて4位。1991年10月16日のユーロ1992予選のトルコ戦で代表では最後の試合に出場した。当時のイングランドにおいては数は会議後派の選手でスピードとキレのあるフェイントで相手を切り崩し、 右サイドからのクロスや中央へ切り込んでのシュートを得意とした。利き足は左だが主に右サイドでプレーし攻撃を組み立てた。ありがとうございます。